パリーゼントもタワーありがとうございます。イカさんもタワーありがとうございます。そうなんです、嘘は今日までなんです。悲しい。みんなイベントを楽しんでいただけましたでしょうか。エリカさんもタワーありがとうございます。スミさんもありがとうございます。いやいや、あれリレーさんこんばんは。アミタ、アミタです。皆さんに今日はちょっとだけちょっとだけアミタが個人的に嬉しい報告があります。ミキリンさんこんばんは。はい、うわーびっくりした、びっくりした、びっくりした、誰誰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 誰、びっくりした。あわ開いたら突然さ誰なのか分かんない曲流れてきた。ねえ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 、びっくりドンキー来た。会社に送る投げキス。そう、実は昨日今日かな、アバター、ミンタくんアバターの審査が通りました。イエーイ通りました。無事よん、無事アバター審査通りました。竹原さんに送る投げキス。クエアにも投げキス。嘘だ、今日みんなちょっとでも楽しんでもらえたかな。次もこまヘアピン、これ最近気に入ってるやつなんですよ、ピンク。イエーイ、みんちゃんパチパチありがとう。結婚じゃないんですじゃあキゴーマーはパチパチパチ、みんたくアバター来るー。そう、なんか実はあのミンタクアバターを前ねデザインしたやつで提出したら一回審査に引っかかってちょっとね、あのちょっとだけ調整して改めて提出して、昨日か今日かな、今日か今日、無事審査が通りました。一応アバターができる予定日が3月14なんだけど、おそらくねもうちょっと早くできるんじゃないかと私は勝手に思ってます審査はめっちゃ早くしてくださったんで、もしかしたらもっと早くアバターが、あれ4月かあれ3月って見えたんだけど、え、どうしよう、来年の3月だったら来年の3月だったのかな、もしかして。花火ありがとうございます。たわら白子花さん、たわ、ありがとうございます。すみさんもたわいただきます、ありがとうございます。竹原さん花束いただきます。じゃん、石木さんこんばんは。引っかかったのはですね、あの文字の主張がでかすぎるってなんかアバターにね旗を持たせたんですよ。どうかな、これか、こんな感じにしたんですけど、このなんか文字の主張がでかすぎて引っかかりました。あとこの後ろのねチョコミントも、チョコミントは別のところで引っかかったんですけど、なんか文字がでかすぎるってなんかそのショールームのアバターは文字は添える程度にしてくださいってごめんなさい、ちょっと自己主張激しすぎちゃった。ちょっとこの旗のデザインを変えたので、それはお楽しみに。そんな勝てないけど、あのだからちょっと主張がね、あの主張が少ないのでちょっと弱気にねなってますので、ぜひあまた反映されるのを楽しみにしてください。クヤマタンありがとう。やや辛すぎるあれかな、一回審査引っかかったから時間かかっちゃうかな。スミさんこんばんは、ありがとうございます。いいギャリ、足が長すぎるな足が長いからダメってそんなのあるな。ジクリスさん投げキス、エリカちゃん綺麗で、ありがとうございます。
私はそんなこと言われたら嬉しすぎて自撮りがはかどってしまいそう。綺麗でありがとうございます。何？え、さっきさ曲がってると思ってこれで直したんだけどさ、また曲がり始めたんだ。肩のあれがおかしいのかな。そう、シャツ曲がってるよね。私もちょっと思った。みんちゃんもたーありがとう。なんかアバターの結構あれも変わったらしくて、やっぱ時代の変化ですね。おはようさん、キラッ、こんばんはこんばんは。今日ね、最近のアミタの趣味、コンビニを巡ってキットカットを探すことですこれ私のショールームの決め台詞がね、自分を信じてっていう決め台詞があるんですけど、こうなんかコンビニで小分けで売ってるキットカットのいろんな味があるんですけど、このね、自分を信じてっていうやつがあるんですよ。最近都内に行くときはこれを趣味にしてます。コンビニを回って、私結構その予定より早くついめっちゃ早く着いちゃう時とかがあって、なのでそういう時の暇つぶしにいろんなコンビニもあってもひたすらにこれをごそごそあさってチェックしてます、信じて。でも今日これ買ったんですけど、なんか3個あったんですよ。だから3個全部買ったんですよ、私が3個ね、自分を信じてを買って父ちゃんとあの母ちゃんにあげようと思ったんですよ、家族にね、あげようと思って3つ買ったんですけど、なんかさ、このちっちゃいの3つでさ、全く文字同じのさ、なんか買い占めてレジ行くの恥ずかしくて、ちょっとなんかこの人めっちゃさ、この人めっちゃ信じてほしいんだなって、なんか信じてを3つだけ持ってってレジに行くのがちょっと恥ずかしくて、コンビニでセルフレジを使って買いました。なんかさ、これってやっぱそのいろんなメッセージがあるから、ものによってそのあげる人によってちょっとメッセージが違ったりとかあると思うんだけど、なんか信じて3連発はちょっと恥ずかしいなと思って。ジークリートさん、たまありがとうございます。みんちゃんもありがとう。ゆきかぜさんもたまありがとうございます。くやもありがとうございます。グルグル、そう、コンビニ巡り見たことない、本当に。でもところによるかも、大人買いあ、北島信也さんもありがとうございます。そうなんですよ、嘘タワーは今日で最後になります。コンビニ行ったら一番くじやってないかチェックし、めっちゃわかる。私結構やって帰ること多いもん最近やったのはアイドルの NiziU23 のやつと、あとサンリオの一番くじをやりました。ローソンとファミマかな。セルフレジ行きました。でもなんかこれなんかさ、多分これバーコードがちょっとさ、この角のさ微妙なところにあるからさ、全然読み取んなくて、すっごいレジの前でこうやってて恥ずかしかった。もうそんなにレジ使えないなら普通のさお店の人にやってもらえないよっていうぐらい、あのバーコードが読み取れなくて恥ずかしかったですメルケンドさん、たまありがとうございます。シアさんもめっちゃいっぱいありがとう。全部食べます。セカルさんもたまありがとうございます。ねえ、このシャツやっぱ曲がるんだけど、ね、なんだと思ね、いつ曲がった？さっき直したよね。私何がおかしいの？え？私こっちの手でやった。あ、なるほどね。ま、こうやればいいのか。あ、分かった。両方やればいいんだ、こうやって。カランカランって下がってるの。肩弱い。めっちゃ弱いじゃん、肩。アルさん、こんばんは。セルフレジはありません。あ、そうなんだ。でも、私もあるとこないとこある気がする。口に来たんに横、投げ消す。匿名さん、どうもありがとうございます。あ、やばい。ありがとうございます。おかしいよね、なんか恥ずかしい。どうしよう、どうすればいいんだろう。
そうだね。プチニキさんもタワーありがとうございます。全然鳴らないの。でも私コンビニ店員やりたいと思ってるよ。なんか私バイトやったことないんだけど、でなんとなくバイトのさ、バイト今からやりますってなったらなんかコンビニ行く気がする。私コンビニ以外のバイトを知らない私は。そう。ニューデイズはお酒買わないときはセルフレジ。え、お酒はセルフレジが通らない。あ、でもそりゃそっか、わかんないもんね、誰が買ってるか。なるほどね。あ、なるほど、そういうことがあるんだ。モンハンのイベントあるって。え、何、モンハンにイベントがあるの。私ここさ2日ぐらいかな、2日3日モンハンを開いてなくて。そう、なんか私もうね、モンハンを開くと夜更かししちゃうんですよ。だからちょっとけじめをつけてここ数日はモンハン開いてなかったんですけど、それちょっとやろうかなって思ってる。今日か明日イベント始まってるの。え、何イベントって。新聞配達やってから。でもさ、私神奈川なんですよ住んでるのが。新聞配達って自転車だよね。私バイク乗れないから。自転車でさ新聞配達やった後にさ大変じゃない。普通自転車でブーン東京までめっちゃ距離ありそう。みかんさん星ありがとうございます。全部食べちゃう、もう全部食べちゃう、もう全部食べちゃう。いただきました、ありがとうございます。ヤゲムさんどうもありがとうございます。みんちゃんもどうもありがとう。まあ あ、私とかりにか、あ、わかんないけど、でも今私ね、あんまハンターランク、あのあれです、マネージャーさんにめっちゃ助けてもらって、とりあえずハンターランク4まで行きました。なんか3になる手前のやつでつまずいて、右往左往してたんですけど、そう、マネージャーさんに助けてもらって4まで行きました、なんとか。私もちょっとやっぱそういうのがいつあるか分かんないけど、いずれねやりたいと思ってるから、ちょっとみんなにかっこいいとこ見せたいなと思ってやっております。え、姉さんに送る投げキッス。アバター変わってる、くまちゃん、くやん、どうもありがとうございます。私あれかな、え、私バイクの免許は取れるんだっけ。なんか前そんな話してたけど、何歳でバイクが乗れるみたいな。車は18歳だよね。え、原付ってバイク、16歳でバイクに乗れんの。なんかすごいね、ギャップだね。16歳って結構ちっちゃく聞こえるけど、いや、そんなことないか。いや、そんなことある、ん、そんなことないのか。地元のコンビニでバイトやると気合と顔合わせたから気まずかった。あー、確かに私もお客さんで行って気まずい時あるもん。あ、この人知ってる。私そういう時にもう一切目合わせないからもう、こうやって。あ、花見ありがとうございます。たまやー、たまやー、ふやたまありがとう。エリカちゃんもたわありがとう。あ、そう、なんかまだハンターランク7かな、7までしかなんか上がらないらしくて、アミタもまだねちょっとそこに追いつけるチャンスがあると思って頑張りたい。そう、それとは今日までなんですよ。
プリゼント、レインボーさんありがとうございます。いただきます。非常にあのフルーツミックスの味がします。でなんでこのシャツこっち曲がるの、本当に意味わかんないんだけど、わかんない、もう嫌だ、パジャマ着ていい、もうなんか見ててだって変なんだもん、いつ曲がったっていう。みんちゃんありがとうございます。エリカちゃんも欲しい、ありがとう。うまうまうま。盗んだバイクで走り出すは15歳設定。え15歳で盗んだバイクなかなかなんだろう、ジャンキーってことなんだねそうなんだ。ほっちゃんが16歳と考えたら確かに16歳はその、いやー16歳、そうだね私も16歳みたいなもんだけどね、なんか17歳だからだいたい16歳みたいな。はい、さんこんばんは。右ありあかん、左手を上げればいいのかな、左向いて配信こっちジャンキーなんていうんだ、なんかファンキー、ファンキージャンキーなんだろう、なんかなんかすごいあの生きがいいみたいな。あでもアミタはもうねバイクに乗れる、バイクに乗れるわけじゃないか、免許が取れるのか。うん。この前さイースター4月の4日にイースターがあったんで、私卵を作ってたんですよなんか普通の卵があるんですけど、この普通の卵をストッキングの中に突っ込んで振り回すと黄身と白身が逆転して茹で上がった時に黄金の卵になるらしいんですけど、私前回それやってめっちゃね、めっちゃブンブン回してやった後なのにめっちゃ真っ白のね綺麗な卵が出来上がっちゃって、ちょっと悔しいなと思って再チャレンジをねしに来ました。そうこれめっちゃ回してあるもん、めっちゃ回してあるんだけど、ちょっとまだね見てない方もいると思うので、ちょっとねこれがどういうものかをお見せしてから茹でたいと思います。これめっちゃ回したんですよ私。でもここ危ないんだよな。こちらストッキングの中に卵が入っております。何これ見てて これをめっちゃ繰り返すの、めっちゃ繰り返すと黄金の卵が出来上がるんですよ。え聞こえる、あーエリカちゃんファイトありがとう、頑張ります。もうそのファイトの力があればもう絶対完成する気がする。そうこれちょっとツインテールがめっちゃ下がってる。これさ黒いペンないの、うん、私そこに置いてた気がするんだけど、今日私と髪型一緒やもん、なんかカゴ描きたくなっちゃうね。そこのさ机の端っこに置きないっけ、置きないかあれすみさんこんばんはありがとうございます。え私さそこに置いてたよね、筆ペンはねここにあるんだけど、ほらほらほら端っこじゃねえよいしょ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 
ほら、クヤタワーありがとうございます。え、パリーレンドも卵ありがとうございます。いただきます。卵じゃないけど見て、お揃いお揃い、私もツインテール、お揃いです。今からこの子を黄金の卵にしていきたいと思います今回失敗したらストッキー、いやもう絶対失敗しないから、まるちゃんに送る投げキス。いきました、コマ。すみさんにコマありがとうございますって言ったっけ。コマルル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 ルお揃い。あら、カイさん綺麗で、ありがとうございます。え、このことさあ、やばい、もう顔が残像になってきた。せっかくだからこの子とツーショット撮りたい。オッケー。え、かわいいです。お揃い。ヘバリーゼンズ、おかまいありがとうございます。嘘だよ、ありがとうございます。せいさんさん、ありがとうございます。めっちゃハート、ありがとう。これをもうちょっと回したら、もう鍋にね、ぶっこんで。アミタンは鈴柱っているの？初めて聞いた。いやでも正直ね、もう大丈夫だと思うんだよね。ねえ母よ。うちの母はおるか？母ちゃんいる？入れてほしいんだけど卵を。え、母ちゃん聞いたんだけど、卵茹でて落とさないでね。ちゃんと黄身がプチッと割れる音した。果たして結果は10分後10分後楽しみにしててください。投げキス。本当はね、ここでね、そして完成したお品はこちらです。出してんだけどね。インスタ見たけどレトロ感あって、あれかな、今日の私服のやつかなそう、なんかさ、インスタのアイコンが消えたんですよ携帯の、今日ツイッターにあげたんだけど、いつもさ画面下のさ右、一番右にね置いておいたインスタのアイコンが迷子になっちゃったんですよ。なんなの、え、ガチでパジャマ着た方がいいかな、めっちゃ気になる。いやでも今回は大丈夫だと思う今回こそ大丈夫だと思う。かわかった本当にそう、だからあんまねインスタを、いやなんか分からんアイコンが消えてるんだけど、なんかね本体にはインストールされてるのよまあでも開けないわけじゃないからいっかって放っておいてる。ありがとうございます。 LINE の通知は
あれは全部公式アカウントだから。本当に本当にミスドと、ミスドとあとなんだ、最近 LINE 漫画最近 LINE 漫画の通知めっちゃ来る。水産さくらありがとうございます。うん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 。ツインって抵抗なく普通にできるよ。もうやめた方がいいって、もしかしてもうあなたの年だとやめた方がいいって、そういうことか。泣いちゃう。ねえさん、それは違う。コバありがとうございます。いやりいやり全部公式だよ。高めツインってはわざわざやらないけど、なんだろうできなくはないよなんでアプリ一覧から、あ、ホーム画面に貼れるんだ。みんちゃん貼った、ありがとう。かいさん、ごめんなさい、かいさん貼った、ありがとう。ラブ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 、ありがとうございます。会社の24歳の事務員さんがツイッターやってくる。わかんない、なんだろうね。なんだろうわかんないけど、なんか仕事柄あんまり下ろしてる方が好きとかあるのかな。髪型はね、みんなそこはもうあのアイアムフリーだからアイアムフリーだから。はじめさんに送る投げ消し、どうやって、違うよ。なんかこの前ショールームでさ、なんか年、なんか何歳でツインテするのはなんたらみたいなことを言ってらっしゃったんですけど、そのあんまり年って関係ないよ、私は思うよ。エリカちゃん、ラブ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 、ありがとう。ラブ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 、みんなにちらキラキラキラ、ハーフツインと高めのツイン、え、私もツイン、私は人のツインって見るの好きなんだよね私結構普段ツインってしてるのって髪型が邪魔だからしてるんだけど、うん、私人のツインテール見るの好きなんだよね。ハーフツインっていうちょっとだけツインテする髪型があるんですけど、あれ本当にあの神の髪型だと思ってます。もうあれした女の子はもうすごい、もうめっちゃいいって思ってますいつもメンバーとかでもたまにしてる子いるんですけど、あ、めっちゃいい、今日特にいいって一人で勝手に思ってる。みんちゃん、ありがとう。それで7万超え全然なんかゆるゆると最後まで楽しんでいただければ嬉しいなと思います。え、ねぎさんもありがとうございます。別にかっちゃんさんがツインとしてても、まあ驚かんけど、なんだろうまあ他に似合う髪型ありそうだよねとも思うけど、本当にそれはまあ本人の自由だから、私は割と何でも受け入れてしまうタイプだからうん、ゆめみーさんのツインテール、もう私もうツインテールが好きなの。ツインテールしてる女の子がタイプですなんか自分はね、あんまりねツインテール似合うと思ってないんだけど、ツインテールしてる女の子めっちゃ好き。まるちゃん、さくらありがとうございます。
え、めっちゃありがとう。マリちゃんもどうもありがとう。ポニテ好き、本当にポニテとかなんだろう、この高めの髪型って私あんまりしないんだよね。なんか私結構毛の量が多くて、なんか上まで持ってけないことが多いから、あんまり上で結ばないんだけどね。たまに髪長くなった時とか、夏とかちょっとやることもあるけど。ケイさん、ありがとうございます。ダウン、スミさん、タワーリュット、ペパリエージェントもタワーリュット。あみた、母ちゃんのツインテする？あみたの母ちゃんはツインテしないかな、あんまり。あ、マイジがしてんの見たことない。ひとさんは、こんばんは。私と好みが合わない。セミさん、どうもありがとうございます。予告なしにロングからベリーショットにしてきたときはショック。それは違う、多分びっくりさせたかったんだよ。そう、多分ね、びっくりさせたかったんだよ。あ、変わったけどいいね。痛いからやめた方が、え、思わん、思わん。そもそも痛いと思わないかな、私は。ダメだよ、そういうことをね、思っちゃダメ、思っちゃダメよ、もう。そういう、そういう時はもう自分のことを神様だと思って受け入れてあげよう。あゆさん、どうもありがとうございます。ふざとありがとう。ちょっと似合ってる、似合ってるじゃん、だってそもそも。なんかみんな、やばさ、みんなさ、その推してる子とかがいて、まあ、例えばその子がなんか自分と全然全然好みじゃない髪型になっちゃったっていうのも、やっぱ本人次第だからあると思うけども、そういう時はね、自分を神だと思って自分をもうゴッド、アイアムゴッドだと思って、優しい気持ちで受け入れてあげよう。そう。そう、座右の、座右の銘にしよう、I am God。 ピアノさん、ありがとう。チンテが、チンテとか、本当に私はもうね、チンテ似合わない気もするけど、今日最後の嘘、いや、ありがとう。楽しんでくれてたら嬉しいな。そう、愛だよ、ラブラブラブ、ラブが大事。来たよ、タワーいっぱい、ありがとう。すごい、改めてね、すごい、すごい光景を見させてもらってる。あいたのことが、私、教祖、教祖様になりたいね。中村もとさんに送る泣きキス、ありがとうございます。